ファックスで広告送るのやめろ。はい、福本自動車でーす。はい、本日はですね、トヨタについてるこのラジオ、これをね、この薄型のラジオって汎用品でありますか、ないですか。これね、あのね、交換しようと思ったらこの薄型のラジオがないんで、これがね貴重なんですよ。これをほんで買うと5万円以上するわな。だから結構貴重なラジオなんですよ。ほんでね、ここのスイッチ FM AM のここだけ壊れたんですよね。あと電気つけへんとか、ボリュームがどうのとか。ほんでこれをちょっと頑張って修理していきたいと思います。はい、これを取る。そしてこれを取る。これ取れないか。いや、取れるだろう。よし、取れました。そしてここに爪。危ない、怪我するやつ。あ、ここ先取ったらよかったか。よし、取れました。こっちは何もないのね。するとこんなちっちゃなスイッチがついてるわけですよ。で、ここちょっと外してみましょう。はい、外れました。はい、ネジが2本で、スイッチ部が外れます。で、このスイッチ交換できへんかと、このスイッチを探すんですけども、なかなかわからんかったんですよね。はい、買ってきました。Amazon かな ?50個もいらんちゅうね。ほら、ちっちゃ。なにこれ、ちっちゃ。これね、タクタイルスイッチとかね、タクトスイッチとかいう名前で売ってますんで、これで合いそうです。頑張ってみます。ちょっとヤニを塗っとこう。ハンダ吸い取り線。前にね、これをやって、だから、こう、ここにハンダを当てたら、福本さん間違ってますとかコメントがいっぱい来てね、こうですみたいなね、コメントが来たんやけども、ちゃうねん、わかってんねん、知ってんねん。っていうのはな、僕もな、他の人の YouTube 見て、あ、なるほど、こうすんのか、言うて、これを買ってきたんや。そやねん、どないすんねん。ちゃうねん。あのな、これ、ぬくみやんとな、まあ、古いハンダ、なかなか溶けへんと知らんのか、お前。あ、ばっかやな、ほんまに。で、溶けへんやろ。なんで溶けへんかというと、電源を入れるの忘れてました。こういうところが、福本自動車。で、今のうちに、これを、接点復活剤和光図、これをボリュームのとこに吹きつけてぐるぐるやる。で、ラスペネで錆止め。 OK、 よし、あ、いけそう。あ、ダメか。うまく溶けない場合は追いハンダ。ちょっとでいいです。よし、よし、うまくいきそう。あ、もう取れた。やった、取れました。熱そして新しい、
スイッチをくっつける。おお、いい感じ。よし、くっついたぞ。ちなみにですね、ここの電球、それからここの後ろの電球、これも変えます。これも変えときたいです。はい、これ見て。これも Amazon で買ったんですけども、じゃじゃーん、よいしょ。ほら、ちっちゃい電球、こんなの売ってました。よし、これを使いたいです。取れた取れた。あちち。なんかちっちゃいボタンみたいな部品、こんなのがありました。こういうことか。よし。よし。もう一個。ああ。折れたよ。ああ。もげた。熱でカタカタ。ついてる。はい、レックス君に頑張ってもらおう。あ、うまくいった。お、なかなかうまくいったぞ。んで、こうやって、こうやって。行くかな。くっついたぞー。熱収縮チューブ。さらに熱収縮チューブ。熱熱熱熱。やったー、美しい。で、こうやって、こう。ここはもう瞬間でくっつけとくわ。よし。よし、なんとかくっついたぞ。よし、これを組み立てて、車に取り付けまーす。はい、まだ取り付けてないけど、ちょっとテストしてみます。キーオン、はい、スイッチオン、うん、で、スモールつけたらここが光る。これ分かりにくいな。まあ、なんせついてます。ボリューム、よし。FM、AM、
オッケーやったこれここのスイッチだけやっぱりちょっと節度があるね。新しいスイッチメーカー違うしね。バッチリです。RBS。